はっきり言うね。こんなクソ父親ね、大切にする必要ないよ。父親に辞めてもらいたいって言ってるんですけども、そこで言って辞めてくれるんであれば、あなたの親はではありません。親がぐじぐじ言ってくる、毒親の愚痴聞きたくない、もうやめてほしいという、そんなあなたに今日は対処法、原因、理由、対処法全部パックでお届けしますので、ぜひ最後まで見てください。木村優子の毒親撃退塾スタート。今日もアシスタントはこの方です。えっこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあご相談聞かせてください。20代女性ひかりさんからいただきました。ありがとうございます。私の父は介護士で躁鬱持ちなのですが、お金や職場でのストレスを愚痴ってきます、あまりにため息や声が大きくなったりとヒートアップしてくるので、毎回私もストレスが溜まっています、愚痴るのをやめてもらうにはどうすればいいでしょうか、というご相談内容です。めんどくさいね。いっそのうちに住んでんのかな。これね、毎日毎日されてさ、大きなため息、声が大きくなる、めんどくさいですね。じゃあこの問題を今からね、バッサリと切っていきます。ちょっと覚悟してください。先に結論です。あなたは父親のストレス発散マシーンをやっています。かっこ無料で。実は自分から、私はストレス発散マシーンです、どうぞ私に愚痴を毎日毎日どんどん言っちゃってくださいって言って、自分の身を父親に出している状況になっちゃいます。これどう思う？いや、もうやめよう。だよね。自分からやってるんですよ、無料でね。じゃあ今ひかりさんの体内の毒レベルどこかなと言いますと、木村式のこの表の4番一番下、猛毒なんです。しかも今回ね、猛毒よりもうちょっと下の猛毒になります。なんであなたが毒親をさらに猛毒にさせちゃっているんです。これね、簡単なことなんです。愚痴るのをやめてもらうじゃなくって、愚痴るのを聞くのをやめればいいんだよね。簡単だよね。でもね、こうやってご相談を送ってきてくれるっていうことは、やめてもらいたいけどやめないから困ってるんですっていう状況だと思います。そこでまずは、なんで自らやっちゃってんの、なんでやめられないのというところから解説します。もう本当にね、ゲーセンのストレス発散マシーンと同じ、しかも無料。父親からしたらもうこんな好都合なことはねないんですよね。父親が帰ってきた時にね、まああなたは言ってないと思うけども、お父さん今日も私に愚痴を聞かせてね、どんどん殴っていいよ、どんどんちょうだいってやっちゃってる、だから言ってくるっていう状況です。じゃあこの親子関係は、何、一言で言うと何っていうと、奴隷関係です。あなたは父親の奴隷を自らやっちゃっております。そこで毒親問題、他のね悩みとかもそうなんだけど、悩みとか毒親問題うまくいかないっていうものは、まず現実を正しく見るね、ここからちゃんとねやらないと、どんな問題も解決することはありません。だからちょっとここから見ていきましょう。今現在お家の中で何が起こってるかっていうと、父親はお金や職場でのストレスを自分に愚痴ってきておりますね。でそれをあなたが聞いて、あなたもストレスを感じているんです。ということは、あなたが受け取っているのは実は愚痴じゃないんです。父親のストレスをそのまま受け取っています。これね、自分から受け取りに行っている状況っていう方が正しいかなと思います。これどう思う？いやー、やめよう。やめようでしょ。こんなん取りに行かなくてもよくない？これなんだ、何かな、これ不発弾。不発弾、確かにそう、確かにそう。でも自分で着弾して、ここでこっちで爆発させてる感じ。いらないよ、そんなのね。でもなんで受け取ってしまってるか、恐ろしいこと言いますね。ひかりさんは父親からもらっているストレスね、愚痴とかね、お金のこと、このイライラ、不発弾、これを愛情だと思っているんです。なんで奴隷をやっているから、奴隷ってどうぞ私を使ってください、こき下ろしてくださいって、もうなんかおかしくなっちゃってる感じだよね、でこれね、自分でそのおかしさが多分気づけてないから、まあ普通にこういう風に悩みがあって普通に送ってくれたと思うんですけども、この悩み誰が見てもおかしいよ。でこれね、愛情じゃないよ。そしてもう一個ね、あなたは親から愛情をもらうこと、これは一生ありません。そこをまず
心の底から腹をくくるぐらいの勢いで理解する、認めないとこういう問題っていうのはずっと続いていきます。しかもこれね、時間経てば経つほどね、余計ぐちゃぐちゃなっていく、悪化していきますね。でそのね、悪化してるのもね出てるんですね。あまりにため息や声が大きくなったりヒートアップしてくる、ここですね。これ父親なんて言ってると思いますか？ストレス発散マシーン、楽しい、もっとやっちゃえ、もっと声を大きくしちゃえ、もっとため息ついちゃえって言って、で相手はやっています。しかもこの人ね、父親は職場で嫌なことがあっても、よし今日帰ったらストレス発散マシンがあるから今日もボコボコにしちゃおうっていうのが親の本音、本性です。そこをきちんとまずは見てください。私は愛されてない、こんなひどい目に遭っているということをまずきちんと受け止める必要があります。そこで対処法なんですけども、その前に今日も宣伝タイムです。私無料オンラインサロンをやっておりまして、その名も木村優子のどこだけ期待塾という Facebook の非公開のグループになります。今600人くらいもね入ってくれさって、すごくない？本当いつもありがとうございます。ここではね、あなたにストレスを送る人、ぐちぐち言う人いません。いたら全部退会させております、私が強制的に。ですので安全基地みたいな感じでね使っていただければなと思います。月額永久0円です。リンクは概要欄に貼ってあります。ではお待たせいたしました、こういう場合どうすればいいのかの対処法です。ちょっと一個聞いてもいいですか？悔しくない？ねえ発散マシンさ、やめたくない？ムカつかない？腹立たない？立ちますよね。その腹が立つこっちを受け取ってください。親の腹が立つイライラをぶつけられて、これを受け取んじゃないの、自分のクソ親なんで私に言ってくるんだ、こっちこっちを見てください。じゃあ今何やってるのっていうと、自分を大事にしてないんだよね、大切にしていないんです。何を大切にしてるの？父親のことを大切にしています。はっきり言うね、こんなクソ父親ね大切にする必要ないよ。で父親に辞めてもらいたいって言ってるんですけども、辞めると思いますか？辞めないです。そこで言って辞めてくれるんであれば、あなたの親は毒親ではありません。でも毒親だからあなたをボコボコにしても何とも思わないんですよ。都合よくね、奴隷である自分の娘をね使ってるんです。ここに早く気づかないと、父親が今さストレスいつもいつも与えてくるじゃん、受け取ってんじゃん、これいずれ爆発して、今お父さんが躁鬱ですけども、いずれあなたもそうなってしまいます。心が壊れるってことです。で今一番の原因は、父親は躁鬱持ちですって書いてあります。この躁鬱、父親の心の問題っていうのは父親が解決するべき父親の責任です。この責任をあなたが引き受ける必要はありません。いくら介護士をして世の中にいいことをしてても、あなたにとっては害でしょ。そんな人大事にしなくてもいいです。父親の責任はちゃんと父親に取らせてください。親はあなたを守ってくれません。だから自分の身は自分で守らないといけないんですっていう感じなの。カリさんは責任取る必要ないよね。ないよね。満場一致でないよね。その通りなんです。じゃあ具体的にどうすればいいのって話なんですけども、これ2つあります。まず1つ目、親がぐちぐち言ってきたらその場を離れてください。自分の身を守る責任を取るということです。で離れてもぐちぐち言ってきます。でもね、そばにいてもぐちぐち言ってきます。どっちがいいですか？離れよう。でしょ？両方とも同じ結果になるんだからね。ここを離れる、自分を守るってことをします。ただもう今完全奴隷思考になっちゃってるから、そんなことするのはめちゃめちゃ怖いです、無理ですって言うと思うの。だけどこれね、最初からじゃあもうすぐ離れろっては私は思いません。ぐちぐち言われた、え、私はここを離れたい、いやでも離れられない、いや怖いな、うーって思いながら聞いててもいいです。でもこれを何度も何度もやってください。そうするとあなたはどこかのタイミングで離れる
なんか言ってきたら離れるってことができるようになります。なんで？いや私今聞きたくないの、離れたいの、でも怖いのって思うっていうことはちゃんと自分に目向けてるでしょ。人間は自分のこと大好きですし、自分の身を守りたい、幸せになりたい人間ですので、こっちのもうやだ、もう聞きたくない、もうどっか行きたい、自分の安全を守りたいっていうこの声をずっと見るだけ、もう最初は聞くだけでいいです。それをずっとやってるとちゃんと行動に移すことができます。あともう一つね、一番重要なこと、親との奴隷関係を今切る必要があるんです。でこの切り方は毒親問題とはっていうその基礎から学ぶ必要があるので、ぜひこのチャンネルのね解毒講座、こちらを見て学んで対処して自分の身は自分で守る責任をね今日から取っていってください。ちなみにあなたが父親の愚痴を聞くのをやめる、その場を離れるっていうことをすると、いずれ父親どうなると思いますか？他のストレス発散マシン、愚痴を聞いてくれる人を見つけてきます。安心してください、ちゃんと見つけます。でも今手っ取り早く家にいる、何でも聞いてくれるっていうあなたがいるから言っているだけ。ぜひ今日からねやってみてね。というようにこのチャンネルでは皆様からの毒親相談を無料でお答えしてバッサリと切っておりますので、私も聞いてほしいって方いらっしゃいましたら概要欄の無料メールフォームから送ってきてください。ひかりさん、そろそろ幸せになってもいいんじゃない？以上、解毒案内人木村優子でした。ありがとうございました。